三連休初日の今日、県内は低気圧や前線の影響で昼過ぎから夜の初め頃にかけて大雨となるところがある見込みで土砂災害などに注意が必要です県内は低気圧や前線の影響で大気の状態が非常に不安定となるため昼過ぎから夜の初め頃にかけて大雨となるところがある見込みです雨雲が予想以上に発達した場合や 発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。明日正午までに予想される24時間降水量は多いところで、南部で100ミリ、北部と中部で80ミリとなっています。気象台は土砂災害や河川の増水に十分注意するよう呼びかけています。